ません、佐藤さんちょっと邪魔になっちゃうんですよ。大丈夫、佐藤さんがちょっとキャップうまくないっていう理由でこっちに狙ってもらうことがあるここはね、スナイパーモードにこれ一日できたんですよ。山田さんが我慢してる姿あんま俺見たことない。ついてます。どこっすか。違う終わり終わり、やめ終わり。じゃあ、あの松本さんのタイマーがゼロになったんだボイルが多かったのか。大丈夫、今日は田中を乗せてるんだ、丁寧に。いや、雑でもいいっすよ一発狙ってってください。大丈夫ですか。チャートか金色。ライトリグ釣ってないですよね。あ、下手したら1年ぐらいライトリグ釣ってないですよ。あ、逆にライトリグ展開が見つかったんですけど、はい、もう釣り鍋がいいとこあったら釣り切った後に電話するんですよ。絶妙ってダメですよそれは。またあそこでいっぱい釣れました。報告じゃないですか情報じゃないですよ。
タモを持ちなさい。あ、そうか、そっちやろ。うわ、センチの濁いですか。よっしゃ、移動しづらくなってる。しかもまだ群れいますか。慣れていきましょう。ついてこないね、わざと泳がしてんの。はい、釣れた。おお、大丈夫売ってないですもう。あ、買えるもんなら買ってみろ闇。うわー、なんかいいですね、綺麗な。はい、ありがとうございます。イエーイ。あー、高滝も久しぶりに、うん、ありがとう。闇の脳進化は生まれなくないの。先行の脳進化をやろうとしたんですよ、忘れちゃって。ワームだとたまに食ってくれるんだ。いや、その前にね、一回当たったんです。はいはいはい。でも当たったって言うと嘘だって田中がすぐ言うから、はい、黙ってたんだけど、はい、嘘。また始まっちゃったんすかって言うから。さすが。だからこれで食うっていうのは末期で、なんか高く釣れたけどどうしようかなって思った。そうですね、これで釣れたっていうのはある意味良くない。相当ゆっくりのズル引きです。いや、ちょっとちゃんとスピニングやるっていう、はい、決意表明の集中力で言ってました。さすがでございます。長谷川さんに言っといてくれ、山田さんスピニングもちゃんと投げられます。ちなみに釣り子 TV で使ってるルアーの色も全く信用しない方がいいです。田中は試合の時黒と茶色しか投げないですから。絶対ピンクとか投げてないですよ。カメラで映りやすいからそういうの投げてるだけなんで。俺田中普段こんな色絶対買わねえんだけど。